じゃあどうやって。わかった。向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大進工事まで遡るのかも。放棄されたっていう割にいろいろ救ってるな。どこから入り込んだんだ一体。さあ、亀裂でもあるのか、この中だけで繁殖できる環境があるのか、とにかく気を抜かない方がいいわ。ああ、こんなところで足止めを食らうわけにはいかないからな。曲がりなりにも。あなたたちは十分。決められた時間に決められた量、十分だった試しの。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりして、今にして思えばあまり元気になりすぎて。そうね、空腹は体も心もなえさ。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかずのがあるが、食べるか。いただくわ。よし、いい感じだ。レナのものね。中身はありがたくいただきましょう。歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか。もう疲れたの。いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてない。ほら、行くわよ。服を諦める気はないんだな。
せず自由の実力を使ってやる。くらえ、マグナイ、何払う、マジックタッチはやっと次終わりだ。何かに相手なら。新しい武具か。感じた。これは技術なのか。こんなこともできるなんて。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで、何をそんな時間。
何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。ウルベゼクに戻るわよ。上機嫌だな。そんなに服が嬉しかったのかな。別にそうじゃないわよ。今のは高ぶったな。ここは補給基地だとかって言ったよな。本当のところはさあって私が知るわけないでしょ。レナのことなら何でも知ってるとでも思っ、そうは言わないが。300年前、レナだからここは補給基地だったかもしれないし、同時にスルドの城だ。いつからスルドの城が今の場所に移った。ああ別に大したことは言ってないわ。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。やるしかない。マシンテン。よし、いい感じだ。邪魔よ。魔人剣、相手には困らないな。昇竜族流星陣、まだよ。倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。これは価値があると思うわ。
何かあったんだろうか。これでどうだ。え？よし。ありがとう。寄り道して悪かったな。新しい料理を知ることができたし、それでよしとする。次の野営で早速作ってみましょう。そんなに気になってたのか。くそ。どこに向かう気？決まってる、モスガルだ。行ったところで。うるさい。差も測れなかったのね。やるしかない。アムカッカー僕も仲間をやっと撃ち止め。はぁ、バカによって。おりゃ昇竜と流星人。おお、やっとどっくれ。まだやれる。なぎ払う火の精魔人剣。くらえ。火の精霊術よ。やっと、こちらは終わりです。
数のない駐屯地の装甲兵を救った。オスガルに派遣されているんだわ。ドク、ココル、みんな無事でいてくれ。海に通じているのね。上と違って水が綺麗だ。魚が泳いでるのが見える。ええ、美味しそうだ。え、なんでもないわ。行きましょう。これは？おお、この子は？おお、この子。ここにもフクロウ。意外といるもんだな。
任せてくれ。あげろ。直すわ。はあ、叩き出す。よし、今のうち。火の仕留める。魔神剣。やっと。はあ。勝てたか。役に立つの？試してみるべきね。みんな落ち着け、鉄仮面。多くは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が幸運って、これもまたラナの奴隷の宿命。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば命あってのものだねだ。自殺を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか、ドク。みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして、結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その人の結果がお前の目の前に耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる。でも待つことになれ。いつか抗おうとする心さえ失う。俺はもう出会ってしまったから。支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない。きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きて、この繋いだ命お前にかけてみるとしようかな。ありがとう。
今口にしたことを忘れるな。ああ行ってくる。あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。戻ってきたか。みんなは何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても誘うな。それはなぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら、それに今はもういなくなっちまったやつに、そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのか。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。そうか。あ、うん。どうした。わかった。